はい、皆さん、こんにちは。こんにちは。コムチンです。兄貴です。よしです。パフパフという音をたくさん使ったスピードラン。60秒。パフパフってやつか。よく聞くやつですね、京太くんで。たくさん使ったってことは、もうさぞかし使っとるやつ。数えよう。はい、数えよう。数えよう。違う。違う。あ、この辺も言ってる。あ、敵が踏んだらって感じかな。なるほどね。数えれ。あ、もうこの辺もあった。そうか。あ、これもか。あ、これも。あ、いっぱいある、いっぱいある、いっぱいある。もう数えれへんわ。僕も数を数えて。あ、なるほど。あ、行くじゃん。あ、これもや。急に。繰り返されると面白くやってくれ。おっと、危ないよ。優しい、優しい、優しい。最近 Z ナビがつきましたね。そうだね。ラッキーは本当これ。あれ、ちょっと待って。いいですね。うん。あ、え、マジでやべえじゃねえか。いや、でももう本当パーセンテ20何パーでしょ。あ、かすった。オッケー。おー、よかったよかった。矢印あるもんね。まだ先にあるから。まあ、こんなもんだな。20何パーセント。そうですね。ほんで、サードインパクトは何やった？サードインパクトの話。ついに3部作、完結してます。今回で。今までがずっと振りで。そうだね。ここでやっと落ちる。ここが大落ちやでね。はい。ここで落ちないのはもう許されないです。許されない。視聴者さんも付き合わせて。なるほど。ここが大落ちで。うん。はい。3回目は、まあ、岐阜なんですよ。うん。うん。岐阜のちょっと大きい道路で、うん。まあ僕、右車線走ってたんですよ。うん。2車線で、そこ。追い越し車線ってこと？はい、そうです。うん。で、左から、でっかいトラックが走ってくるんですよ。うん。その、僕を追い越そうとして、うん。え、左から？はい。左から追い越そうとしたの？そうです。へぇ。で、こう、来て、うん。なんか、右ウィンカー出してきたんですよ。うん。で、僕がいるのに。うん。で、それで、え、ちょっと待ってと思って、僕、ブーってやるじゃないですか。うん。でもそれも虚しく、うん、こう中央分離帯と、うん、トラックに僕は挟まれて、もうだいぶやばいじゃないですか。マジで、それ事件やと思って、事件ですね。うんうん、で、それで、うん、まあなんとか無傷だったんですよ。うん、で、それでまたちょっとお話し合いをしてその方と、うんうん、その方がなんかブラジルの方かな。あ、日本の方じゃない。はい、なんかその免許証見せてもらったんですけど、あ、なるほど、うん、すいませんすいませんって言われて、うんうん、なんか全然悪気なさそうな感じだったんですけど、悪びれることもなくて、なるほど。で、うん、警察行ったんですけど、うん、まあその示談っていうか、なんて僕も走ってたんで、うん、結局82、もうそう止まらんね、2割な兄貴の悪いって、はい、どこも悪くないや。そうなんですよ。でもまあそうなんだよね、てしてね、走ってるのって絶対止まってないと10-0にならんですよね。そう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 。だからそれで結構なんだかなって思って、うん、でその時も仕事だったんで、うん、その時間も取られたし、うん、結局詫びもなかったんで、うん、ちょっとやられ損ですね。なるほどね。うん、それにしろと。なるほど。まあ得てしてそういうもんやもんね。そういう感じです。これが兄貴の大落ちです。得てしてそういうもんですよ。という感じですね。はい。じゃあ、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。